これどこのマフラー？まあ、これはサイレンサーかストライカー。あ、ストライカーか、うん、いや、とりあえず、ま、ブレーキ入れるかどうしようか迷って、うんうん、いや、とりあえず、いや、ヤフオクでって。ああ、へこんでるんで安いんですか？あ、そうなんや。ひっくり返して、うん、あ、共通なんや。いや、違う、ひっくり返すっていうか、あの回転させて、はいはい、うんうん、へこんでる部分を見えないようにしただけ。なるほど。だからちょっとなんか中でシャリシャリカラカラ言ってる気がするけど、まあいいや。3回、3回からしましたもん。あ、そうなんや。見間違えた。いや、やっぱちゃうな、ファイナルは。いやいや、また今度来てくれてまた撮りますから、いつでも来てください。冬になってくるとさすがに目半濃いのが死んでる。あ、分かる分かる。もう桁が違うから温度のね。あそこの中本当寒いですよ。うん、山が柄が入ってくる。そう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 。でも大阪もほんま雪だけ降らんからいいねんね。カムも痛むし、ピストンも痛むし、はいはい、痛くないんやけどな。でもやるならもっと綺麗に回してくれよって思って、うん、そうそうそう、もうちょっとハマらせてくれたらね。ちょっと下手くそだなとか思いながら、うん、いや、よくないんだけどね、うん、聞くに耐えれる音楽なら、うん、うん、うまくね、だからうまい超えてるもんね、ほんまに。本当にうまいな、あれすごいなとか思う、すごいなと思いますからね。でもああいうのでたまに集団でツーリングしてるの見るけど、ある意味まあ、うん、若い子はバイク乗んないんだから、ある意味希少なのかなとか思いながら。オッケー、エンジンを切らしてもらえますか、ストライカー。おお、やっぱりよくするわ。これもプラスウルもちょっと、うん、まあ、だから適当なのかどうなのかわからんけど。ああ、オッケー、どうぞ。